はい、こんにちは。バイオレラプロジェクトアスレチックトレーナーの日高雄一郎です。個人的にはアスレチックトレーナー界最強ランナーとして元気に走っています。今日はですね、テーピングのあの有名シーンをやってみるみたいな感じでいきます。この YouTube をご覧になっている方々でですね、バスケットボール関係の方って多いと思うんですけど、バスケットボールのあの伝説的超有名、もう絶対見てるバイブルみたいな、あれといえばこれスラムダンクですね。あのスラムダンクでテーピングのシーンが出てくるんですね。インターハイ予選の決勝リーグ、海南大と戦っている最中、着地をした時に足をひねってしまったキャプテンのゴリこと赤木選手がですね、ロッカールームに帰ってですね、マネージャーと、あと主人公の桜木といるシーンですね。あそこですね、覚えてますか？テーピングでガチガチに固めてくれ、動かないように。まずは医務室で見てもらわないと。桜木、お前早くコート帰れ。おうテーピングしてくれ。出るつもり先輩？出る。無茶ですよ、こんなに腫れて。さっきよりもどんどん腫れてきてるわ。出る。見てもらわないと。立てもしないのに。出るんだ。骨に異常があるかもしれないのよ。いいからテーピングだ。くそ、どうしてだ。なぜ今。骨が折れてもいい、歩けなくなってもいい、やっと掴んだチャンスなんだ。いやー、いいシーンですね。もう本当に感動しますよね。だけどこれ、良い子は絶対真似しないでくださいっていうこのシーンなんです。皆さんに何度かお伝えしたことあるかもしれませんが、私たちアスレチックトレーナーがテーピングするときはほとんどの場合、怪我の予防、元気なしにテーピングをするんですね。でほとんどの場合なんで、もちろんそういう怪我をしたり痛みがちょっと不安だなっていう選手にもテーピングします。でもそれはプロの仕事なので、良い子は真似しないでねっていうところなんです。というわけで、実際に練習中や試合中に足をひねってしまった場合、そこでですね、パッと思い出すのは、いいからテーピングだではなくて、この顔が言っていた、良い子は真似しないでねを思い出していただきたいと思います。何度も言います、テーピングは怪我をして痛みをどうにかする、ごまかしたりカバーしたりする、軽減させるものではなくて、怪我予防に使うことが一番の目的です。何か質問がありましたらですね、この YouTube チャンネル、バイオレラプロジェクトの SNS によろしくお願いします。それからいいね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。